わらびょ建築様式は構造、素材、またはその両方にわらだあらを使った建築方法である。これは普通は自然の建物に使われる。これはコストや有効性において一般的な建物よりも優れている点がある。牧草やわらは歴史が始まる以前からある方法で世界中で建物の中に使われてきた。 それらの機械生産のモジュール化したコリの中での変入は20世紀初めのアメリカ中東部、とりわけ草が茂り、それ以外の素材はないネブラスカの砂丘に戻ったかのようである。藁病建築様式は大体は積み重ねられている一元の藁の列を土台や基礎にして構成されている。藁の壁は大抵竹木材の釘で結合されていたり、表面に 針金の網を付けられたり、そして化粧漆喰や漆喰、さらにセメント、石灰塗料や粘土の下塗りを塗られる。藁建築様式は、素材である藁から構成上の枠でさえ作ることができ、素材と呼ぶことができ、また藁は確かに窓や屋根の支えをするし、支点、ネブラスカスタイルとも呼べる、また骨組みと支点は駆使され、藁は、ハイブリッドということもできるだろう。主に、 わは動き回る機械を使って、農家で作られる。しかし、最近高度な密集、再圧縮わが支持されているであろう。積載量を増やしてきている。が、壁の直線の規定部ごとに600ポンドを支えていて、密度が高いわは4000ポンドかそれ以上を支えている。そして基本的なわら病建築用法の方法は、今ますます、他の段ボールや、紙や、プラスチックや使い古しのカーペット、 カバンの素材、木のチップ、米の殻などのくたびれた貨物含む再利用素材のモジュールの結合にまで広がっている。ありがとうございます。